それこそ知名度ないのに、うん、茅ヶ崎が親善大使にしてくれたりとか、うん、なんかそういういろんな自分たちには見合ってない仕事を応援する気持ちでくれた方々がたくさんいるので、うん、それこそ、まあ、ベタですけど軒並みですけどなんか自分たちが有名になってそこに恩返ししたいっていう気持ちはね、まあ、それしかないんですよね本当に、うん、囲碁将棋です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう2004年デビューなんでこの計算いつも分かんないよね。18年目ですね。18年目、芸歴でいうと同期は、まあ、ハリセンボン、はい、シズル、ライス、ゆったり感、ゆったり感、アイパー滝沢とか、まあ、あとパンサーのカンちゃんとか。カンちゃんこれもう僕ら何年目、初期だもんね。初期です。で2011年からやね。11か、始まった年からなんでもう10年は絶対やってます。11年とか10年11年やってます、ね、はい、もう初期メンバーです。はい、もういろいろやったよね結構、うん、まあ、あのちっちゃなお祭りの MC から、はいはいはい、結構大きな舞台出させていただいたこともありますし、うん、なんならあのオープンカーでパレードさせてもらったこともあるし。あ、そうね、文田の地元のな、茅ヶ崎。あとは、まあ、コンビニ一緒に回ったりとか。あ、コンビニのね、コンビニ あの新しい店舗オープンっていう時は結構すみます芸人が手伝いしてたよね。うわ、ちっちゃい頃。でも僕は割とあのこのお笑いの世界に入ってきそうな割と活発な男子だったと思うんですけど。いや、お前嘘つくなよ。いやいやいや、活発じゃん。いや、お前授業中抜け出しちゃう系の子って聞いたよな。あ、まあまあまあ、活発っていうか、まあ、まあ活発すぎてね。いや、なんかその、まあ、なんか相方はもうめちゃくちゃちっちゃかったんで、とりあえず今2人とも185センチあるんですけど、 とにかくあの成長遅い、成長が遅かったっていうイメージ、もうそれだけっすね、ちっちゃい頃の思い出は。高校時代に高1で初めて会ってるけど、うん、僕はもう今185センチあるんですけど、高1の時に182センチあってね、まあ、クラスでも背高い、一番高いぐらいかな。高いべ。で、相方はあの一番ちっちゃいぐらいだったよね。一番、いや本当にね、うん、小さい子から2番目ぐらいかな、うん、俺よりちっちゃいです言った気がすんだよね。でも本当ちっちゃかったよね。めちゃめちゃちっちゃかったっす。だから本当に成長遅く、もうとにかく成長遅かったっす、うん、だお笑いにこう向いてるタイプでもなかったよね多分ね。これは多分あの芸人になろうと思ったきっかけで言ったら僕にはあるかもしれないですけど、俺あのちーたい君は芸人になろうって思ってないままここにいる可能性まだあります。いやいや、それあるよマジで。それあるよね。明確に芸人になろうって決意したのは僕にはあるんですよ。 なぜなら僕が決意して誘って、で仲良かったから来てくれたんで、芸人になろうってグッてした瞬間ないよね。マジでない。ないよね。なんかいや、まあ本当ないよ。だからやっぱ一人で NSC 入る気なんか全くなんかない。当然ない。一人で入る人すごいわ。楽しかったよね、うん、楽しかったっすね。なんか、うん、なんかよく NSC なんてほとんど行ってねえわみたいな人ってよくいるじゃないですか、はいはいはい、なんか、うん、俺らあのちゃんと全部行ったよな。行った行った。あのほとんど休んでないわ。なんか確かにあるもんね。だからあるよね。あんなだから俺学校行ってるやつ寒いやろ。だから俺恥ずかしいのよ今思えば、うん、NSC ちゃんと毎回ほぼ欠席なしで行ってたっていうのは。それこそラッキー池田先生のダンスとか、うん、選抜クラスに入りたくて本当一生懸命やってたよね。ダンスめっちゃ下手なのに。なんで入りたかったんだろう、ね、ラッキー先生の選抜クラス。いやでもとにかくなんか全部出ました、うん、そうそうそう。まだラッキー先生ならまだしも普通の女性のヒップホップの先生が教えるダンスまで選抜入りたくて頑張るぐらい。並木先生のやつだろ。並木先生のやつね。これも楽しかったよね、うん、そうっすね。デビューしてたの芸人生活、バイトして恋してお笑いやって。あんま恋してとか入れるやついねってこういうので。いやいや入るだろ。学校生活じゃねえんだから芸人生活です。でも22、3だよ。まあな。なんかコンパ行ったりとかさ。あ、コンパ行きましたね。行ったね。めちゃくちゃ行きましたね。楽しかったよね。はい。
これは本当褒められたもんじゃなくて、なんだっけ、これは僕が決めたんですよ。あ、そうだっけ。住みます芸人が始まるってなって、もともと僕ら神奈川に住んでて、うん、でもう本当に住んでるんですけど、住みます芸人を吉本が始めるってなって、これ東京住みます芸人になったら東京に住ませてくれるんだなって思って、ああそうだ、僕東京の住みます芸人に応募したんですよ。東京に勝手にね住ませてくれるもんだよ。家賃とか、そう、引っ越し代とか全部出してくれると勝手に思ってたもんね。したら、いやいや家賃自分だし、うん、もちろんとかみたいに言われて、あ、じゃあいいですって言ったら、でも神奈川住んでんだったら神奈川やったらどうって言って、引っ越す必要なかったからね、うん、神奈川だから。だから他の県の方は結構引っ越したりとかしたんですけど、だからまあ現状変わらず。でも神奈川の住みますになりたいってやつ結構いたよね、芸人。一番最初すごかったよ。だってあの、うん、住みます芸人始まる時さ、うん、一斉引っ越し祭りみたいなやつだよね。あの本社から、そう、本社からあの引っ越しの車両いっぱい来て、まあ、で全員で今から引っ越しますみたいなやつだよね、うん、そんなイベントにしなくてもって今思うとだから僕らはそれに該当しなくて、もうそのままそこに住んでたんで、だから記者会見した後、そのままみんな引っ越しの車両に乗って、記者会見した後引っ越しますみたいな、うん、やってたよね。演出、過剰演出がありましたね。過剰ではねえよ別に。やっぱなんだろう、大変だったこと、うんと、やっぱ自分たちに知名度もないし、うんうん、で知名度ならまだしも、うん、正直スキルもなかったから、うん、あ、そうね、で今までその営業とかって一組で行くことなんて絶対なかったんですよ。そうね、その自分たちがいて、うん、例えばネタやって受けなくても後ろにその営業とか慣れてる兄さんとか有名な兄さんがいて、要はチームプレーできたから、はいはいはい、最初の若手の子滑ってたなってなってもよかったけど、一組とかで行って全部やるんで、本当なんか滑った時はきつかったよね。いやだから本当そうっすよ、うん、結構なんかだから一日区長とか一日警察署長とか振りかぶってやらせてもらえるんですけど、うん、その時のね、そう、なんとも言えないこの、いや俺らで申し訳ないなっていう、っていう、あるよね。あ、めちゃくちゃある。でまたその仕事も勝手に降ってくるんじゃなくて、うん、そのまあ入ってきてくれたばっかの新卒のマネージャーのこの若松くんが仕事取る経緯も見てるわけじゃん。そう、ね、ここ営業行ったらこれ取れましたで行って滑ったとかなると、やっぱ精神的なきつさはそこにあったよね、うん、ありました。やっぱそれよく喧嘩したもんね。あ、したくない、なんかなんかそれよく揉めました。なんかやりがい、やっぱ最初知らないけどなんか終わった後になんか頑張ってねとか、あ、はいはい、とかあと声かけられた時にその東京でやった仕事ではなく神奈川のこのラジオ聞いてますとか、あ、なんか確かに神奈川でやった仕事で神奈川で声かけられるとなんか嬉しいよね、うん、神奈川のあれは嬉しかった。ラジオ聞いてます、うん、ああ嬉しいっす、うん、神奈川関係のね、うん、だから LINE 交換してくださいよとか言われても神奈川の時だと意外と交換してます。するんだ、はい、知らなかった。これはもうだいぶ変わってます、はい、LINE 交換してくださいって言われて、はい、神奈川だったら OK、はい、本当に感謝しかないよね。ナイス。なんかすごい面倒見がいい方を多くて、今やっぱこの SNS とかあるんで、うん、そのそれこそ Facebook とか Twitter とかで、はいはい、あのなんかそれこそ時代が前だったら一回営業行って一生会わなかったかもしれないけど、うん、なんかのタイミングでまた来てくださいとか、ね、あとなんか同い年のあれ静岡の職員さんかな、うん、役所の職員さんがなんかすごい病気したけどみたいな、熱海のね、熱海のやり取りとか、熱海の花火大会呼んでくれた、でもいつかまた囲碁将棋さんと一緒に仕事したいから頑張ってますとか、なんかそんなさ、そうだね、Facebook とかでやり取りしたりとか、なんか本当に出会いはめちゃくちゃ増えましたね。あと やっぱなんか濃い出会いというか、うん、今後か、俺はでももうあのそれこそ知名度ないのに、うん、茅ヶ崎が親善大使にしてくれたりとか、うん、なんかそういういろんな自分たちには見合ってない仕事をあの応援する気持ちでくれた方々がたくさんいるので、うん、それこそ、まあ、ベタですけど軒並みですけどなんか自分たちが有名になってそこに恩返ししたいっていう気持ちはね、まあ、それしかないっすよね本当に、うん、でそうそうそう、だからなんか錦をあげるじゃないですけど、うん、もうなんか地元にとしたにとにかく凱旋っていうのしてみたいよね、うん、それしかないしたいっすね。住みます芸人やってるからには、うん、だからそうなるために、うん、どっちの仕事もね、東京の仕事も神奈川の仕事も、
まあ、もうなんかそもそも東京の仕事神奈川の仕事ってもう分ける時代じゃないんだけど、確かに。でもそれでもやっぱ自分が育った町だからっていうのはありますよね、うん、なんか、うん、